ようございます、はい、皆様映像音声いかがでしょうか。大丈夫かな、どうでしょう。おっそっそ、あ、大丈夫そうかな。あ、 OK、 ありがとうございます。はい、おはようございます。はい、2日連続のフラグティーとなりましたけれども、はい、皆様おはようございます。昨日に続いてね、私たち2人で大丈夫なのかと、はい、どうにつとね、はい、ちょっと不安な部分もあるんですけれども、ね、本日も一日よろしくお願いできればと思っております。私、朝のツイート見ていただいても分かる通りですね、顔半分で映っております一般人のアドリバニと申します。よろしくお願いします。どうも、クスカマンボです。今日はですね、たくさんお店の宣伝させていただきます。よろしくお願いいたします。ロゴの横に生写真ボーンっつってね、はい、うわっていう感じだけれども、うん、豚ブヒーブヒーブヒー、昨日、はい、まあ、何が起きたか、うん、ちょっとまあざっくり言うと、はい、北斗とも撮りました、うん、マンボがね、はい、で、北斗南部目指しました、うん、マンボウがね、はい、達成しました、はい、マンボウがね、と、はい、いうことで、まさにマンボウデーだったんだけれども、こんなんじゃ僕納得できないですよ、はい、うん、だと思ってるよ。いうわけで、はい、すいません、2日連続となってしまうんですけれども、はい、ちょっともう1日だけお付き合いいただいてもよろしいですか。そして、狙うのはこれね、でも昨日達成しちゃったから、うん、今日どうしようかって話してたんだけど、はい、みんなで決めてもいいかなって思ったの。どうかな、ジャック揃いとかさ、うん、あの恩恵がどうかもちょっとわからないしのと、あとはまあ単純にラオウ商店とかね、うん、でもいいかなと思うんだけれども、生ジャックが見てみたいんだ。もう日でいいよ、おいマイナス 100K リプレイ揃いでいいよってありがとう、みんな優しいね。あ、商店がいいんだ。商店のが私もなんかやっぱ分かりやすいというか、なんか感動するじゃん、フラグ達成したみたいな感じにならない。あ、じゃあそこにしますか、うん、でも今回ってほら確か友商店エースがあるから、あ、20連しなくても多分引っ張ろうと思えば引っ張れちゃうけど、うん、それでもいいのかな。いいんじゃない、いいの、それでも友商店でもいいかな。なんか商店のがちょっと感動があるじゃん。分かった分かった、じゃあ商店は商店でも、うん、ラオウを商店させるってことでいいのかしら、うんうんうん。1階中央、友蔵ってこれ何これあのちぃまる子ちゃんのおじいちゃんのことかな、よくわからないけれども、あ、笑点、あ、その笑点じゃないよはい、はい、じゃあそんな感じでいいですか。あ、じゃあそうしようか、笑点しよう、じゃあ、はい、うん、突入時虹色確かに見たい、でもね、ちょっとじゃあとラオウ商店にしよう今日は、はい、そうしましょう。いうようなことで、本日ですね、南越谷駅前、はい、もうすぐだよね、うん、あと東部の方にも北越谷って駅があって、そこからでも歩いてこれるんだよ確か。あれ新越谷じゃなかったっけ。新越谷、ごめんなさいごめんなさいいうことでね、結構アクセスいいところなんでね、うん、で見た感じ、北斗もあと1台かな、はい、空いてるのと、ね、あとね、はい、窓まぎ今日の実践は4台中2台打たれております、ね、なるほどみたいな形で、はい、今ならまだ間に合うよと、うん、はい、いうことでございますので、はい、お近くの方ぜひ一緒に打ちましょうと、はい、ようなことで今日も行ってきたいと思います。今日の上レッドさんだよ、うん、そう、今日はね、僕のお財布の会、あの東松戸だけ、うん、マンボウ会にしてるんで、並びとかね、うん、お財布とか全部マンボウに任せてるんですけど、基本僕なんで、はい、はい、いうような感じで今日も行きたいと思います。で、はい、ただ今日ね、うん、気合入ってるんですよ僕。お、なんでですか。胸の7つの星。あ、私にはなんか6つに見えるんですよ。え、なんかここに1個ない、おっぱいが見えるおっぱい見んじゃねえよお前、やらしいなやめろよ、ほんと気持ち悪いな、ほんとに、なんでちょっと恥ずかしい、鳥肌が立つわお前に見られるとか恥ずかしがるよね汚れじゃないですよ、汚れ、あ、おっぱいが視聴者、はい、そうですか、わかりました、わかりました。シミじゃないです。7つのね、星背負ってますんで、はい、しっかり、汚い視聴者って。そんな感じで、本日も一日、よろしくお願いできればと思います。大すぐそこだから、そんなにね、移動時間かかんないと思います。はい、すぐです。今しばらくお待ちいただければと思います。では、よろしくお願いします。じゃあ、打ってくね。今日のフラグは、ラオウ商店。はい、お願いします。あ、マンボウおはよう、連日の放送お疲れ様、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。昨日差し入れいただいた方がコメントくれました。あ、そうですか、ありがとうございます。
ダイヤの説明一般人の、あ、そうだね、昨日見てない人もいるから、はい、基本的に通常時の状態、定格、通常、降格、そして前兆とあるんですけれども、はい、まあ、北斗でいうと、はい、この1個前が転生なんだけど、はい、もう1個前の救世主、うん、4号機のというくらい、そっちの方がイメージとしては湧くのかなと。でなんだろう、昨今の台みたいにこう何ゲームになるとざわついてチャンス音が来たり、当たるみたいなことはなくて、どうだろうな、ルート的には2つかな、まずは中段チェリーの4分の1、定格通常だと4分の1で当たるんですよ、広角だとまあおそらく当たるんじゃないかというようなことなんだけれども、その 25% を射止める、もしくは定格から通常、通常から降格って状態に上げていく中で、はい、霊薬で刺す、はい、だね、はい、そうですね、いうような感じでございます。あ、そうそう、スイカで上げて、あの中段チェリーで刺すっていうイメージが一番なんか理想かな。そうだね、でもそんなこう上手い順番で霊薬引けないんだよ ね、 ね、で中中の確率って出てますか、霊薬。いや、実践値じゃない、まだで、今中中引きました、はい、でこれ正しければだけど、これ第三停止離した時だよね。あ、そうなんですか。俺のイメージがこのリンゴが止まったこの時、はい、これです。リンゴが止まった時に刺せました。え、刺しました。うん。あのさ、自分で言っといてさ、なんか微妙な表情するのやめてよ。え、今でしょ。すごい、見た、こうだよ、こう。あ、びっくりした、カメラ目線か。なんか島にいるみんなの人に言ってんのかと思った、今。どややった、投資が3プッシュ、おそらく広角にはいなかったと思うんだよね。いたのかな、あれステージだけジャギだったけど、ジャギだったっけ、ジャギだったよね。まあでも完璧にリンクはしないから、まあ、一応じゃあ見ましょう、これ初当たりなんでね。さあマンボウ、今日のフラグは何だっけ。ラオウ商店です。そう、早くもスタート地点に立ちましたよ。はい、はい、いやー、北斗いいですね。さすがは北斗の真剣伝承者。はい、84ゲーム、投資が3プッシュ、おめでとう。貴様は長く行き過ぎた。はい、ということで、当たりでございます。ねえねえ、ネクストでのボタン押しコマンドやってねってどういうことだろう。あ、長押し、あー、あれか、はいはいはい、長押し、そうだね、あ、シャッフルだよね、多分。はい、わかりました、はい、昨日1回やったんだけど、その確かにそのステージに対応した人が出てこないのはわかるんだけど、お、あれ、バトル降格スタート、これ救世主だと設定差あるポイントなんだよ。あ、そうなんだ。今回まだ出てないけ ど、 出てないけどあるんじゃないかみたいな。そう、バトル降格スタートは全然ありですね。ここで第3停止にするとチカチカってするからなったでしょ、はい、これでステージに対応しない敵が出てくるんだよね、はい、っていう楽しみ方があるということです。で、ここでボタンプッシュをすると、はい、友商店のカウントダウンがここで表示されると、はい、兄がうるさいから霊が逃げたって。すごい、申し訳ない、さすがです。いや、これ奥義やんか、やばいやつやんか、これやばいやつやんか、これね。俺昨日からさ、兄さん、昨
昨日もさ単発スタートだったから大丈夫、次は2連するから俺昨日からずっとこうだよこんなに好きなのに本当に今日短パンですよまだ暑い、半袖短パンです。まだ暑いか、いやでも今日はちょっと暑かったな。あでも日陰寒かったな。難しい、この時期が一番難しいよね。あ、兄さんの半袖短パン、なんかあんまり時期、なんかまだ夏な気がして兄さん見ると、アドニーの頭にカメラをつけようって多分、ずっと揺れてるから酔うと思うよ、うん、プルプルするプルプルして酔うと思うおい、あのに今日あの頭にねお友達が泊まってたの、そういえばツイッターにあげよう頭にね今日はね運がついてましたね。運がついてた刺さったよね、信じていいよねってさあどっち。あ、ジャックゾロイが見れると聞いてきましたって。よし、それもやっちゃおうかな。そこもね、なんか揃った後どうなるかちょっとね、見たいですよね。でね、意外とザギに負けるんすよ。あ、私昨日負けたもんね、うん、でもほら、中段チェリー引いてるからちょっと期待しちゃうよね。あれ、これよいしょ、よっしゃいー、79ゲーム持ちメダルでね、これが僕の本気です皆さん。はい、東芝さんプッシュで止まってます。持ちメダルほぼもうないね。持ちメダルだけど、はい、あのまだ3プッシュ止まってる、うん、はい、いくよ。やっぱね、確かに北斗神拳ですわやっぱり、さすがです。いいですね。おい、そして単発っておい、いや違う、昨日の流れだと単発から、あこの台タフボーイはね流れると思うんですけど、流れるタイミングがちょっと分かんないっていう。おめえは挽回するもの、うん、嘘だ、信じないぞ俺は。あ、ありがとうございます。リスナーさん遊びに来てくれました、うん、差し入れもらっちゃった、 ありがとう。いや、なにこれ、え、これみんなで食べてたって。あ、名古屋カツ、ありがとうございます。豚麺、あ、さすが、ありがとう。お湯買ってきましょうか。お湯大丈夫大丈夫、あとね、ネイルシールもらったん、かわいいやつ。てか、また負けんじゃないかこれ、ありがとうございます。ネイルシールもらった、さあ、あ、ありがとう。おい、なんやねんこれ。どうなってんだよこれ。見て、私パスポートもらったんだ、ディズニーの。これなんすか皆さん、これなんか史上最強に出来が悪いのができましたって言ってた。いや雑だろこれ。いやいいよ、いいけど雑だよ。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。あー、もうどうしてくれんのこれ、負けちゃったんだけど。あ、人のせいにしてる。大丈夫大丈夫、レバーオンでいくよ、せーの、トーン。何これ、あ、ちょっとうん、いやでもね、やっぱこういう一般人にも気使える大女優って
やっぱその人気の秘訣はそこにあるなって思うね、俺。もう買うのやめるわ。ねえねえ、まんちゃん、まんちゃん、まんちゃん。これ、広角のセリフが出てるときに俺、中断中に引いたんだけど。あ、これどう思う？広角中だったら、どう思う？中断中に 100% ですから。でもそれで上がってるとか。そうなんだよ。それがある。だからちょっとわからないから、ちょっと見ていこう。うん、それで上がったか、もういて刺したかっていうのわからん。そうするともうこれ演出来る？来るかな。だよね。なんと、なんと。今週の様はこちらです。だったかな。走れ走れ。あ、これ当たってるわ。来た。キリンガラだよ。1309ゲーム。これニコ7ミッションの一つクリアですか？当たったらキリンガラ。いやすいません、てかまず一つ当たりをね、ここまでお待たせしてしまった皆様、まずすいません。そして天井を期待してた皆様、真面目すいません、真面目、いろんなごめんなさいを込めて今から僕はこのプッシュボタンを押します。真面目か。これで外れたら面白かったね。確かに。あれで外れたら超面白かったね。いや、真面目な人でした。おめでとう。緑。大事だ、大事。ここ大事。単発は絶対ない。はい、大事。ではですね。俺やれる。ステージはレア役で上がるの。一応 AT 中のモードアップ期待度は下からだとカドチェリーで外れ、弱チャンス目、中段チェリー、強水か、強チャンス目、違う、弱水、ごめんなさい、中段チェリー、弱水か、強チャンス目、強水かでモードアップ期待度が高くなっております。え、モードアップ期待度って、モードアップ期待度と上乗せバトル&エピソード期待度が別なんだよ。そうそう、で上乗せバトル&エピソード期待度は下からは3枚ベル、まあ、もう運命の時が早くも、カドチェリー、弱水か、弱チャンス目、強水か、中段チェリー、マンボ、ごめん、マンボが一生懸命説明してると思うんだけど、うん、説明してる間俺はこの息を続けられるかどうかがわからない。大丈夫。あ、大丈夫大丈夫大丈夫、奥義じゃない、ケンスル分かってるよね、奥義じゃないよこれ、つまり大丈夫だね。なそれ救急車乗ってくわ。え、大丈夫だって。救急車。復活あるから。この救急車乗れってこと。早く。大丈夫だから。変われ。今すぐ変われ。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。はい、本日カイドフラグでご来場ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ね、本日ですね、カイドフラグで初となります。はい、南越谷駅から徒歩すぐ、あと新越谷駅から徒歩すぐのですね、将軍南越谷先生様に初めてお邪魔させていただいております、はい、駅降りて目の前でございます。本日ですね、ちょっと残念なことにですね、アドリブ兄さんが体調を崩してしまったということで、今日私一人
と、あとですね、運営のレッドさんと一緒にですね、お届けさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、今週の最新台となっております、北斗の拳とも、早速打っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いやー、緊張します。ちょっと一人なんで、頑張ります。あれ、今のデータランクのゲーム数はいくつですか？さあ、ということで始まりました。もう大の消毒、分かった分かった、ウェットティッシュ持ってくるよ。いや、しないよ、いいよ、大丈夫大丈夫ですよ、そういうの気にしないから、うん、窓に焦点したからフラグ立った。いやマジ3連単ないわ。オーラなんだっけ、緑だから。あ、マンボ、隣の人もドクターペッパー飲んでる。いや、いい。あ、カツ丼見たら食いたくなった。美味しいんだよ、あのカツ丼。あれ超美味しそうだよね。あの食べ方はきれいわ。あれ当たった。あれ、弱者始めしか引いてなかったよね。あれ、わかりました。いやー、始まりましたね、フラグって。いやー、まさかのアドニー倒しました。北斗神拳は無敵だ。いやー、何よかの何ですかね。ヒデポーヒデポー。北斗神拳の前にはお前はただの脂肪の塊にすぎ。お前はただの脂肪の塊にすぎ。53ゲーム、わかんない、良かったのかな、状態が。弱者娘しかちょっと引いてなかったんですけど、当たりましたね。では行きましょう。見事ハヤト様に勝利。マボ、北斗揃いだけはダメだよ。わかりました。じゃあ 3実戦上だけど3パーとか言ってるから無理です。さすがに無理でしょ。さすがに無理だよですよね、はい、さすがに無理ですよ。はい、起きろですね。残った、残った。残った、残った。ずっと見てた。わあ、きつい。たぶんきつい。これ多いか。あー、これきついね。貴様の執念などそんなものか。左だ。厳しい。大獣様のお力をもってしても厳しいね。見てるんだからちゃんと面白いとか見せろよっていう方もね、はい、大多数いらっしゃる。よし、来たー。頼むぞ。一回から兄に引きを求めたことは一度もない。なんで一発でやられるんだよ。よし、来た。おめでとう。205ゲームですね。当たった。いい台かなって。かわいいよね。でも白いんだよな。いい台かっこ人による。そう、そういうことか。この100枚で頑張ろう。お、頼む。弱攻撃ですよ。こうじゃね、避けて避けて。こう、あ、強いんだよな。中だ、貴様の執念などそんなものか。うわー、きつい。からの
うお食べながらと食べてないし、これは中断距離っぽいよ。なんだいやーえ8点、なんと7なんと早いな、階段上がるの、うん、そうだね、出てるとは言わない、ちょっと人変わってるところもあるからね、あとでちょっとあ、お兄さんプレミア攻めたらあったナナカーン、いいね、いいよいいよいいよ、じゃあ行きましょう、これは奥義、あった、やばい、もう復活にかけるしかないです、6連単ですね、60パーが取れない、ニコ7チャンネルでもやってるあのキリンガロを絡めた大当たりを集めようキャンペーンですね、そうだね、さあたぶんこれ負けてどんどんステージに行ったじゃない、負けちゃった、おい勝ったよ、当たるんかいいいとこにジャンプだね、たぶんこのジャンプで勝ったのかな、あんた何もんやマジで、でも206ゲーム投資がちょっとごめんなさい39になりましたね、行きましょう、うわー2人早いね、いやこれさ昨日打ったのよりいいよね、これさあの多分非継続中でも継続に書き換え抽選してるはずなんだよね、だからこれ無駄引きじゃないと思うの、頼むよ、無双転生出ましたね、おめでーやっとかー、はい、ねえ、どうしようやこれ、いやいや、あのトゥルルルって役者出た時点であれだけど、長押しの赤文字だ、多分これ結構いいの引っ張るんじゃない、あ、ブルッタブルッタ、うん、いけいけブルッタまたいけいけよっしゃやった300枚だよ、マン様やった昨日のホットラブ超えてるいやーホットファンタスね感激100いった、やった400枚だ
っちゃいい仕事してるんですよ。私に任せろ。はいはい。あ、押すの忘れた、ごめん。ないね。これは、あー、これオーラ、あれ、防御来るよ。強いんだよ。頑張ったね、でも700枚出たよ。うん、いやでも頑張った、頑張った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 、頼む頼む頼む。あっち、うわこれわざわざハートで戦わせるってさ、これ負けシナリオだよね。おい見たか、このまま終わるかっつうんだよ。あのさ、後ろの人が全員振り返ったんだけど、後ろの人が全員振り返ったんだけど、ごめんなさい。恥ずかしいよ。しかもその後私と目が合ってるからね。もうマンボが言ったことにしよう。よしよしよし、行くぞ。ごめん、ちょっと飛ばすよ。飛ばしてください。はい、ごめんなさい、ちょっと飛ばします。よし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 、誰が単発だって。ほら頑張って。大丈夫です、行くよ、行きましょう。あとセリフないよ、セリフないよ、そんなの関係ない、ただの演出や。星がある、一応星はある。キックの場合はケースのどうしたらいいの、避ける、いい、頼むよ俺マジで。なあ、避けるって言っときながらこうやったじゃん、これ受けてね。いや、キックは受ける。え、キックは受ける、キックは受ける、キックは避けない。あ、避けないっけ、うん、あ、ちょっといい加減にしろってマジで。それはさすがに4回じゃあ、はい、投資42、うん、投資が42本、回収メダルは100枚ぐらい。え、いや打ち込んだから100枚ないぐらい。60枚ぐらいかな。50、60枚。はい、わかりました。はい、はい、ということでね、お疲れ様でした。はい、いろいろとご視聴ありがとうございました。本当に通常時にお付き合いいただきまして、うん、ありがとうございます。僕が通常時2000ゲーム回せたのも、はい、皆さんが見てくれてたからだと思っております。すみません、ありがとうございました。はい、で、次回のフラグデーはいつかな。次回はおそらくですね、新潟じゃないかなと思っております。新潟か、はい、わかりました。ではですね、またよろしくお願いします。はい、あと個人的なやつで、はい、9月の20日のパチクルの方に私も参戦させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。そんなん言うなら17日にあれですよ、17日イベリコ、今日あのパークがネタだっちゅうの。
あの僕寝ないでね、はい、頑張ります。あの初代忍び魂、はい、歌わせていただきますので、皆様あの時間ある際はよくお付き合いいただければと思います。はい、よろしくお願いします、はい。じゃあ最後お願いします。はい、え、何を、もう大丈夫だよ。あ、じゃあ、5時間ちょっとの時間いつもお付き合いいただいてありがとうございます。はい、ありがとうございました。本当ね、うん、申し訳なかったです。本当、はい、通常時と単発しか見せてないっていう、うん、北斗、これ見たか人で、はい、北斗ともどうなのって思う人だらけだと思うんだけど、はい、そうですね、あの決してそんなことないんで、はい、おそらく、うん、また俺はリベンジします、はい、あのプライベートじゃなくて放送で、うん、私も好きだからです、うんうん、その時はそうじゃない展開、はい、お届けしたいと思いますので、またお付き合いいただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、本日も朝からお付き合いいただきました、はい、あ、寝ろ、またお会いしましょう。じゃあね、この後ノムさんだから、うん、ノムさんやってくれると思う、はい、はい、またね、ありがとうございました。本当すいませんでした。